韓国で人気ナンバーワンのフライドチキンがついに日本初上陸。トゥートゥーチキン赤坂本店。韓国で400店舗を展開するトゥートゥーチキン。韓流スターもお気に入りのこのチキンの美味しさの秘密は2つの秘伝レシピと調理法にあります。早速作り方を見ていきましょう。香味野菜などを使用した秘伝のタレに24時間漬け込んだ国産のひな鶏に、22種類のさまざまなスパイスを使用した特製のパウダーを丁寧にまぶしていきます。この特製パウダーの22種類のスパイスがトゥートゥーチキンの名前の由来になっているんですね。特製パウダーを均等にまぶしたら、独自開発の圧力フライヤーで2度揚げをしていきます。1度目は鶏肉の旨味と風味を凝縮し閉じ込めます。1度目を揚げ終わったら、関節部位にハサミで切れ目を入れ、中まできちんと火が通るようにします。この地道で丁寧な作業がトゥートゥーチキンの美味しさにつながっているんですね。ここまで来たら完成間近。あとはお客様の注文に合わせて再び揚げます。軽さを保ちながらクリスピーに仕上げれば出来上がり。食べやすいサイズに切り、お皿に盛り付けます。こちらが韓国で人気ナンバーワンのトゥートゥーオリジナルチキンです。カラッと香ばしく揚がったチキンは、独特な香りが食欲をそそり、ついつい手が伸びるやみつきのうまさです。またビールとの相性も抜群。くーっと喉に流し込んでください。オリジナルチキンに並び人気なこちらはトゥートゥーコチュジャンチキン。甘辛い特製のコチュジャンソースが絶妙に絡まっていて、こちらも後引く美味しさです。テイクアウトやデリバリーサービスもありますので、いつでもご利用ください。チキンを美味しくいただくためのサイドメニューとドリンクも充実のラインナップです。韓国人気ナンバーワンチキン、ぜひ一度お試しあれ。韓国で400店舗展開している人気のチキン屋さんが日本にオープンしました。独自の味付けと独自のフライヤーを使った揚げ方で美味しく出来上がっております。日本の方にも味を楽しんでいただけると思いますので、ぜひご来店ください。よろしくお願いします。